皆さんこんにちは。はい、こんにちは。WM チャンネルのヤナマンです。そうです。今日はですね、福島県下郷町に来ております。まあ大雪ですね。うん、大雪で、下郷町といえば大内宿、はい、有名ですね。うん、で、僕たちは今日その大内宿の上にある大内ダムというところに来てます、うん、来てますけど、なかなかな雪でね。うん、もう超危険でしたね。なかなかね、道のりは。で、大内ダムの方に来ると二手に分かれてて、片っ端はもう通行止めになってたんですよね。はい、多分雪っていうことで。で、もう一個の方のパーキングにいますんで、ちょっとね、今の現状の周りを、現状もやべえっすよ。うん、このダムとね、雪の景色というのをちょっとお見せできればなと思いますんで、はい、じゃあ行きましょうかね。はい、じゃあ行きます。はい、行ってきます。で、あのですね、今からちょっと僕降りようとしたんですけど、これドア開けた瞬間、これ、わかります？スレスレっていう雪が、ドアと。半端じゃねえっす、マサボーさん。これ、出れる？うわ、やべ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 。終わったっぺ、足。終わった。ちょっと早く俺も長靴に取っかえよ。足が終わった。これ車の後ろすごいよ、この車の後ろが。ああ、すごい。長靴装着 OK ということでね、行きたいと思うんですけど、もう何センチ積もってんのこれ。すごい、うわ、これ下、もう長靴履いててもこれ、何かわかんねえから。いや、長靴の中にも雪入るよこれ。もう入った、入ってるね。ちょっともうちょっとがっちりガードしなきゃやべえかもしれない。看板見に行こう。大内ダムの概要。うわぁ、すごい。下郷周辺マップ。へぇ、すごいな。で、これがダムですね。相当でかいダムだ。うわ、ここから段差になってる。でけぇ。うわ、めっちゃ綺麗。本当はあっちの方の道路を続いてるんですけど、あっちがちょっと通行止めみたいでね、今こっちにいるんですけど。すげえな、超綺麗。綺麗だね。でも雪で見えねえね。うん、うわー、すごっ。でも空気美味しいんじゃないですか。静かだしね。うん、気をつけて。ね。気をつけて、これやべえよ。段差？あ、やべえな。こういうのもあんだ。あ、速攻ね。え？こんだけ積もってるってこと？じゃあ。え、どうだろう。多分そうだよ。違う違う、ここ深いんだ。あ、深いのか。一段深いのね。いやー。うわー、すごい。ビューポイントってどこなんだろう。ポイントいけるこれ。ちょっと顔詰めて。あぶね、あぶね。大丈夫。これやばいぞ。やべえ。これほら、かわいい。どっちもね。やべえ。半端ね。もうね、向こうの方全然見渡せないね。あー、全然見えねえ。なんか10分もいたら雪だるまになっちゃいそうだな。多分ね、俺の車がなくなってしまうと思う。ビューポイントってあんのかな、どっかに。その看板には書いてないの。それ気をつけてよ、そこ。あ、うん、やっちまった。あ、わあ、やっちまったよ。大内ダムが一番上の北にあります。ダムの、なんかさ、あ、ダム公園っつうのは違うの？ダム公園？あ、あれ大川ダムか。大内ダムはあそこか。うん。はあ。あっちの方行ってみる？あっち？うん。止まっとこあっかな。わかんねえ。路肩あんじゃねえ、どっかに。ああ、冷てえ。めっちゃパグだ。ちょっと行く？
大丈夫か。行きましょうか。行きましょう。上の方に。やばいな。今ね、あの上の方に来てるんですけどね。なんか何もなさそうっちゃ何もなさそうなのかな。多分見晴らし良ければ少し眺めいいんじゃないかな。ね。一応ダムの。これダムだもんね、もう。そう、真横だからね。ああ、天気良ければ見晴らしはいいかも、ここら辺も。これ結構いいよ、ここからの見晴らし。あ、いやなんかあそこにあれ。なんか休むとこあるじゃん。屋根あって。あ、わかんねえ。わかんない。うん、行ってみっか。ちょっとあれ目指すわ。はい。これ、東屋かな？そうだね。あったね、やっぱり。駐車場どこかにあるはず。でも白くてわからん。なんで失礼します、ここは。はい。あの、線、なんていうのかな、ポールの上に乗ってる雪の積雪が半端じゃねえ。ということで一旦戻りましょう。戻ろう。はい、戻ってまいりました。すごい雪ですよ。ここの、ここも結構見晴らしいくて、こっちいいね、うん、さっきのあの看板ところがそこです。だ、看板ところの手前だね、登ってきて、うん、で、ここが通行止めと、冬季中通行止めかな。ここは綺麗だわ。綺麗だね。うん、いいよ。ただ真っ白で今日はね、よく見えないけどね、見晴らし。ここも雪半端ねえな。うわ、すごい。エモいぞ。エモいね。うん、こっちなんてもうほんと真っ白、何も見えない。うわー、なんだこりゃ。すごいよね。ソリ欲しいね、ソリ欲しいね、ソリ。あ、なんか雪が違うね。サラサラしてるよね、うん、寒い。雪だるまになってしまうよ、マサボーさん。うわ、ここ吹け、めちゃくちゃ吹け。吹雪ですね、今日は。すいません、僕リタイアします。リタイアしていいですか、そろそろ。もう戻ろっか。車になっちゃうよね。ではですね、さあ、すごい、やべえ。ダムというよりはもう雪景色見て見に来たような感じだね、今日は。やべえ。まあ晴れたらすごい広大なダムが見えるんでしょうけどね。で、あのさっき言った、ずっと上に登ってって反対側の方かな、そっちの方に東屋があったんで、春とかね、夏はそこから見晴らすのもいいかもしれないですね。今日は雪で分からん、はい、どこに何があるかもね。今日はね、あの外気温ちょっとマイナス8度なんですよ、はい、うん、で雪がねサラサラしててすごい綺麗だった、うん、雪ね、なんかすげえサラサラしてたね、うん、でまさかこんなに積もってったのがあったね。南靴が埋もれちゃうくらいだから、ね、だから、いやー綺麗です。でもマジとても綺麗ですね。なんで皆さんはですね、ぜひあの、あったかい時に、そうだね、はい、来てください。ダムをね、見晴らしに来ていただけるといいかなと思いますので、うん、冬はせいぜいやっぱお家行くくらいまでかな。そうっすね。来れるとしてもね、うん、お家行くのはあの、結構お客さんいっぱいいたんで、いました。ね、そっちの方までは除雪が行ってるんでね、はい、ある程度、まあ、大丈夫だと思うんですけど、うん、こっちの方は暖かくなってから来ることをお勧めします。ではご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。ではバイバイ。バイバイ。